自分で言うのも恥ずかしいんだけどねアイドルって言葉知ってる私がたまにモンド城で歌を歌ってるの聞いたことあるよね私の歌は体の傷を癒せるけど心の傷は癒せないどれだけ神の目を駆使してもねそれでとある一冊の本の中でアイドルって呼ばれる人の存在を知ったの その本によればアイドルは歌と踊りで愛と希望を与える人らしいんだ本当に歌と踊りで愛と希望を与えられるかはわからないけどせめて私の歌でモンド城のみんなが喜ぶならこ本当にそれはすごいそのアイドルを知ってるのその人… きっとすごい神の目の持ち主なんだねでも歌と踊りで人の心を癒すなんて考えるだけでも難しいことだよ私にできるかはわからないけどね牧師の役目もままならないのにそれならよかったありがとう 誰かとこんなにたくさん喋ったのなんて久しぶり。私の愚痴を聞いてくれてありがとう。栄誉騎士であるあなたに励まされたおかげで、これから先も頑張れるよ。さて、と、まだ少し残ってるから、全部飲んじゃおっか。今日はゆっくり休んで、明日からまた頑張ろう。